てこの問題は委員会で追及していきたいと思います。総務省に提言する方針を語りました。午後に会見を開いて詳しい内容を明らかにする見通しです。山形のスタジオからお伝えしました。ただこれはね、忖度じゃなくてね、まあ、あうんの呼吸でね、総理や副総理のご要望を伝えに来た人を通じて分かったということだと思うんですが、あ、総理、この国交府大臣の発言についてどのようにお考えですか。発言の詳細は承知をしておりませんが、本人も事実となる発言と密度をですね、あの地域の方議員が全部集まったりした活動に15% に引き上げるとして
さんお願いします。はい、お伝えします。山形道をはじめ山形県内の高速道路の車の流れは順調です。山形道と接続する国道12号線の合算道路など県内の主な国道も通行止めはありません。峠道は全般に天候晴れや曇り、路面は乾燥だけのところもあります。こちらレシートをバッグの内ポケットにぐしゃぐしゃと適当に放り込む癖があり、そしてそのレシート類を今朝まとめてゴミ箱に捨てた。そこでゴミ箱をえいっと逆さにすると丸まったレシートの隙間からこっそり。いわゆる初心者に教えるっていうか機会も多かったので、すると教えるときもあったんですね。子供に教える、子供にこれはこうだよ、まあでも大人の赤ちゃんだから別に子供のゴールはもう残してあったところで、やらないんですけど、9歳